お疲れ様です。ボレムです。本日もですね、学校を作ろう校長先生物語の続きをやっていきたいと思います。じゃあ、続きからで、ほい。はい、はい。で、だろう、はい。このゲームほんまにロード長いですよね。ですね、この場を借りて、まぁ、ちょっと言いたいことがあって、昨日ですね、登録者の方が、100人を超えました。どうもありがとうございます。あと、まあ、ツイッターでコメントやいいねしてくれた方々も、本当にありがとうございます。で、今まで応援してくれた方も、もう全員ありがとうございます。本当に。まあ、これからもね、まあ、ちょっとその前後、ちょっとなんていうかな、腐ってたじゃないけど、もうやめようかなとか、ブチブチ言ってましたけど、はい。まあまあ、できる限りはね、続けていって、ただやっぱりちょっと負荷かかってたんかなっていうのがあって、まあ言い訳なんですけど、まあ、そういうのとかもいろいろ加味してね、続けていけたらいいなって思ってます。まあゲーム内でね、言うことじゃないんですけど、まあロード長いんでね、まあ、あとまあ、今言うとかないと、なんか言うタイミング遅れたりとか、結構して、まあ失礼に当たるんで、それは。言うとかなっていう感じですね。はい。なるほど、終わったね。はい。いやー、正直もう完全に自信失いかけたからね。はい。校長、好感度は低いですな。はい。ほんで、さっき電源抜けたんですよね。まあ、始まって早々やったから全然いいんですけど、一回一日は終了、一日は終了押して、次行きますね。電源抜けて、なんかもう、今やり直してるところなんですけどね。今日も頑張りますぞってことで、好感度ゼロになってますと。なんで？まあまあいいけど。ほんで、ちょっと保健室行って体力回復してから、もう徹底的に指導に当たると。はい。なんで好感度ってこの1日だったらリセットされるのかな？まあいいけどさ。ちょっとどいてくれっていいかな？はい。なんかこれ十字キーってさ、すごいなんか動かしにくいな、今更やけど。はい。はい。ていうか、めっちゃ喉乾いてんけど。全然関係ないけど酒飲んだ次の日って喉いいように乾くよね。ってことはまあ毎日乾いてるってことなんですけど。今日乾き方半端ないんやけど。まあ、あ、ここ指導してな。はい。さあ、多分、一年の不良は前傾したはずやねん。増えとったらちょっと残念やねんけど。よいしょ。あ、増えてる！なんで？お熱心な指導で、まあ、構成させて、で、A 組冷静やから、これ、根気かな？で、根気の指導でしょう。で、根気の指導でしょう。で、根気の指導やね。お、だいぶ減ってきたやん。で、2年 B 組なら全員不良やん。20分の20って何？陽気の指導やから、明るくやな。あんまり、あんのかな意味これ。まあいいや、はい。まあこれで不良は全部消したということで、あとはまあ教室巡りと部活巡りですかね。はい。友達はやっぱ毎日楽しんだってなんか羨ましいな。ごめんやって。まず不良消すからさ。でも不良、やっぱちょっとパッと見やけど、減ってはいるよな。おるな、でもちょこちょこ。お前に2年やろ、不良やったら。お前校長か、こんな学校に校長っていたんだな。おるよ。ここ何？体育館か。僕の知り合いなの。盗まれたんか、またもう。絶対2年か3年の不良やん。めんどくさいなぁ。ちょっとどいてくれる？で、1年 A 組は、不良がゼロになってるから、ほら、空き缶とか一切落ちてないやん。
よし。ねえねえ、校長先生、音楽室が足りないよ。は？は？作ったで。音楽室、まあ作ろうか、じゃあもう一個。お！僕とクラス担任の先生は結構気が合うんだ。校長先生、設定がいいんだね。そうやろ？任しとけよ、もう。一校目でだいぶ勉強したからな。はい。な、やのになんで好感度ゼロやん。音楽室は足りへんでたの。音楽室そんな、こいつら音楽好きすぎるやろ。スポーツの学校やのに。ここ不良一人おったよな。ファン落ちないなと思う。考えてますよ。考えてるよ、めちゃくちゃ。寝る寸前まで考えてるよ。でもこれほんまに物を教える仕事って、寝る寸前まで子供のこと考えると思うねんな。じゃあ俺ほんまになんか寝て意識失う5秒前ぐらいまで多分考えてると思う。まあみんながそうなんかとか知らんけど。ちょっとおいで。その上にちょっと空き缶集めに行くか。とりあえず音楽室足りひんっていうのは分かった。あの学校と塾って何か違うんですか？同じような気がしますけど。まあまあ、捉え方やな、それは。この学校もっと楽しくならないのか。なりますよ。じゃあ頑張れよな、校長。みんないいやつやん、別に。好感度ゼロな、おかしいな。なんか、腑に落ちひんな。まあ、ここ当然ゴミ落ちてるわな。しゃあけど、だいぶ減ってるやん、A 組も。まあでも、不良がおった時の名残みたいなのな。よいしょ、よいしょっと。大変だ、これ。でも、なんか前よりはだいぶ減ったよな。だって前80人落ちたからな。80人ゴミ落ちてるか？もう教室じゃなくてゴミ箱やったもんな。音楽室足りひんのか。音楽室な。わお、ここは結構してるな。こんな綺麗に正方形に置くなよ。空き缶を。よいしょ。お、なんか欲しいもんないんか？美術室！美術室なんかいらんやろ、お前。お前、絵心あんのか？お前に決まってるやろ、お前。授業料払わんかったらお前の親に住めるんか、毎回言ってるけど。音楽と美術とな。音楽室一個あんねんけどな。なんだ、その態度は。よいしょっと。ここゴミえぐいな。なあ、こっち見てんじゃねえよ。見るがな、そんなもん。おい、2B はこれで終わりや。2B 全員不良やったわけやからな。ありえへんよ。まあ、ありえへんことはないか。そういう学校あるもんな、まあ、実際。美術室と音楽室か。結局、だから、建物とか建てていってっていうことなんやろな。ちょっと早々にクリアしたいな、これ。てかもう、好感度ゼロなんきつすぎる。なんか心に来る。ここやろ？校長先生、視聴覚室？視聴覚室なんかいる？疑心暗鬼、あなたにぴったり、意味は調べてください。知ってるっちゅうねん。舐めるなよ、お前。俺、高校の先生。だよ、こっち見てんじゃねえよ。音楽、美術、視聴覚室な。OK。よっしゃ、40個あったやん。あ、でもまだ B 残ってんのか。はぁ、そう思うと気が重い。結構あれやな、あるな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。
他なんか欲しいもんないか。これではあんまり好感度上がらんのやね。まあ、好感度ゼロのやつに言われてもなっていう話やしな。うん。だからこっち見てんじゃねえよ。こればっかりやんけ。よいしょ。まあ地道に好感度上げていくしかないよね。なんか欲しいもないか。音楽、美術、視聴覚か。まあ、こんなもんで一緒。んで、一回校長室戻るわ。立てるか。建設タイム行くか。美術室欲しいとかな。これでとりあえず終わりやな。はい。金微妙に少ないな。前がありすぎたやな。とりあえず出ましょうか。はい。出ます。んで、やらなくていっぱいあるか忘れるな。で、ゴミ持っていく、部活見に行くやな。うん。これ正解な。あ、出た。いいよ。あ、よしちゃえばもう、しゃあないから。微妙に好感度上がったの。知ってないやね。え？あ、おはようございます。なんやこいつら。ほんまに。用務室も変えたいなぁ。遠いね。はい。タオスさん新聞読んでるわ。ハロー。オッケー。はい。で、なんか足りんもんあるかな。あ、結局こいつにはあれか。わからんのか。なんやろう。みんなに聞いていくか。その前に部活依頼たいな。教えてくれ、何が足りてんか。頑張ってるやんけ。話しかけんな。あ？もう少し、少しは期待してんねや。まあ、好感度8やしな。うん。ありがとうございます。こっちええ子や。ちょ、そんなんええわ、もう部活。部室どこやったっけ？ガチで物質どこやったっけ？こっちか。こっち、ああ、こっちは奥や。よっしゃ、頑張ろう。部活な。はい。サッカー物質入ろう。何が足りひんと思う？うん。各レベルの合計が5以上必要なの。そうなんや。何各レベル？よし、まだまだ頑張りますよ。うん。サッカー部をこなして、ああ、もう言うこと一緒やから、前。とりあえず練習させよう。シュートの練習やろ、それ。シュート。で、パス、ヘディング、で、柔軟。こんなもんやろ。よし。三角パス。まあ、もうこんなもんでええわ。うん。はい。野球やな。次は。君野球部入りたいんじゃん。ちょ。前は。はい。それ前やったしな、そのボケな。うん。よっしゃ。このおっさん調子どうやね。全国大会、あ、それさっき聞いてん、サッカー部で。同じこと言うな。でも、いつも練習やな。練習や。打撃、守備、
ね。投球。投球。守備あんま使えてなかったな。守備。守備。あと一丁ぐらいできるか。打撃。うん。こんなもんやな。やめさすか。よっしゃ。体力。あ、でも、野球部はレベル2まであるやん。うん、頑張ってる、頑張ってる。野球部見どころあるよ。うん。よっしゃ、頑張れ。はい。足りひん施設って何やろ。めっちゃ気になんねんけど。あと、個人的に、ちょっと食堂行っていいですか。食堂どうなってるかだけ見て、ほんで終わりにしますわ。食堂俺どこだったっけ。音楽室やんな。音楽室ただってことはこの近所ちゃう。休憩室もゴミあんねんやろな、どうせ。あ、ないわ。あ、なになになんか変なやつ。闇の勝利、ひゃひゃ、これは校長先生いらっしゃる。私、闇の勝利と申します。今日は大変珍しい金庫を手に入ったのを申しました。これは特特金庫と言いましょう。お金が貯まる金庫です。どれくらいお金が貯まるのか、それは買っていただいてからの。これであれば億万長者かもしれませんね。どうですか、お金になりますか。買おうか、これ。うん、買おう。お金貯まればいいですね。はい。貯まるよ、絶対。うん。貯まらなかったら、ボコボコにするから、ね。ああ、ここ市長隠すか。で、ここが美術室な。で、入音楽室があって、食堂どこだったっけ、じゃあ。じゃあ、どこだっけ、食堂は。食堂建てたよな、俺。奥か。全然覚えられへんな。いっぱい建てた、拡張してるから、もうわからんね。ああ、ちょっと置いてもらっていい？ここかな、食堂。ここ音楽室か。さっきもやったな、それ。これ人がさ、微妙に邪魔してるけどだるいな。食堂や。食堂もね、なんか充実させたいね。やっぱ、男子やし、スポーツやったら腹減ると思うんでね。お、開発に成功して。これ行こうか。はい。よっしゃ。うん、新メニュー待ち遠しい。任しといて、今作ってもらってるから。新メニュー開発してよ。するって、してるやん、今。ちょっと待て待て。メニューが少ないと、もう少し増やしませんか。増やしてんね。そんな簡単ちゃうの。オッケー、みんな言うこと一緒や。ほんじゃ、もう校長室帰るわ。はい。校長室へ戻る。うん。終わったぞ。好感度は低い。しゃあないね。はい。じゃあ、一旦今日は終わりにしましょうか。はい。一日終了と。はい。